ジョージ・エリオット、ミドル・マーチの表紙ビクトリア朝文学は主にイギリスのビクトリア女王の知性に書かれた文学である。これはロマン主義の後であり、さらにエドワード朝がその後に続く。チャールズ・ディケンズはビクトリア朝文学で最も著名な小説家の一人である。彼のキャラクターは物語の中に留まらない生を得ているほど非常に人気がある。 書かれた時代を超えてリケンズは未だに世界で最も人気のある小説家の一人である。彼は最初の小説であり25歳の頃に執筆したピクウィッククラブで一世にして成功した。そしてその後の作品の売れ行きは大変良いものであった。初期の喜劇的な小説は鋭い風刺の切れ味が特徴的である。そしてこれは彼の小説の全体に広がっている。 ディケンズはコツコツと大衆の求める多くの作品を生み出した。しかし彼はまた、抑圧された人々や苦境にある貧しい人々の社会問題に対して批評を行った。彼の最も重要な功績は、オリバー・ツイスト、ニコラス・ニクルビー、クリスマス・キャロル、ドンビー・フ氏、デイビッド・コパフィールド、高齢館、リートル・ドリットにと物語、そして大いなる遺産である。 これらの小説は彼の物語が徐々に19世紀の多くの小説の風潮を反映したより暗いテーマに向かっていった傾向を示している。ウィリアム・メイク・ピース・サ家カ・レイはビクトリア朝の前半においてディケンズの偉大なライバルであった。彼のスタイルはディケンズと似ていたがやや超然としたものであった。彼の風刺の視点は鋭くトゲのあることが特徴である。 彼はまたリケンズよりも、より中流階級の社会を描写する傾向があった。彼は、巨栄の詩によって最もよく知られている。その小説は、英雄なき小説と、副題付けられた。これは、ビクトリア朝文学では、一般的な、ごく最近の歴史を描いた小説の例である。ブロンテ姉妹は、当時の一般的なのものとは異なる物語を描いた。 ブロンテ姉妹はこの時代において注目すべき成果を生み出したにもかかわらず、すぐにはビクトリア朝時代の批評家に認められはしなかった。エミリー・ブロンテの唯一の作品である、嵐オ丘は、女性視点で階級、神話、そしてジェンダーについて調査したゴシックロマン主義の一例である。彼女の姉であるシャーロット・ブロンテによる、ジェーン・エアは19世紀のゴシックに関する、 もう一つの重要な小説である。アンブロンテの二番目の小説である、ワイルド・フェル・ホールの住人はロマン主義よりも、リアリズム的な文体で描かれていた。またこの小説は、最初のフェミニスト小説であると考えられている。ビクトリア朝時代の後半には、ジョージ・エリオットが、フロス・コハンの水車小屋を1860年に、出版し、1872年には、最も有名な作品である。 ミドルマーチを出版した。彼女は、ブロンテ姉妹のように男のようなペンネームで出版した。ビクトリア朝の後半の数十年では、トーマス・ハーディが最も重要な小説家である。彼の作品には、緑樹の影で、遥か群衆を離れて、カスターブリッジの市長、テス、そして、日陰者重度がある。ビクトリア朝時代の他の重要な小説家としては、エリザベス・ギャステル。 アントニー・トロロープ、ジョージ・メレディス、そしてジョージ・ギッシングが挙げられる。詩人のアルフレッド・テニスン演劇では、衝撃、ミュージカル・バーレスク、エクストラバガンザ、コミック・オペラが、シェイクスピアの作品や、ジェームズ・プランシェとトーマス・ウィリアム・ロバートソンによる、シリアス・ドラマなどと競合していた。1855年には、ジャーマン・リード・エンタテイメンツが、イギリスのミュージカル劇場の水準を向上させる。 作業を開始した。それは、ギルバートサリバンによる有名な喜劇のシリーズで最高潮に達し、1890年代のエドワード超ミュージカル喜劇の最初まで続いた。1875年に始まった、ブランドン・トーマスによるロンドンコメディアワー・ボーイズが最初に連続500回公演を達成した。アワー・ボーイズの1362公演という、 驚異的な新記録は1892年のブランドン・トーマスによるチャーリーのおばによって破られた。ウィリアム・エス・ギルバートの後、オスカー・ワイルドはビクトリア朝時代の後半の先頭に立つ詩人、劇作家となった。ワイルドの演劇は特に現在では忘れ去られてしまった、ビクトリア朝時代のそれとは一戦を開始、そしてエドワード朝時代の1890年代に、 キャリアが始まったジョージ・バーナード賞のような演劇家とより近い関係にある。イラストの仕様が増えるにつれて子供たちは文学を楽しみ始めた。それにより子供たちはより面白い方法で道徳を学ぶことができるようになった。娯楽のための読書を新たに受け入れられるようになったことでおとぎ話や民話が人気になった。多くの作家が異なる主題を持った。 もっと民話を編集したおかげで子供たちが文学を読み様々なことに興味を持つことが可能になった。少年少女向けに書かれた本や雑誌には様々な種類が存在した。少女向けの物語では家庭内や家族との生活に焦点を当てる傾向があったが一方で少年向けの物語はより冒険的なものであった。チャールズ・ダーウィンの 種の起源をはじめとする画期的な科学書が表され、文芸にも影響を及ぼした。チャールズ・ダーウィンの種の起源は、ビクトリア朝時代の社会と思想に影響を及ぼし、現代にも影響を与えている。アメリカ合衆国では、ヘンリー・デイビッド・ソローの作品と、スーザン・フェニモア・クーパーの田舎の時間は、ビクトリア朝時代の自然文学の聖典として、影響を持った作品であった。 イギリスではフィリップ・ヘンリー・ゴスとサラディがビクトリア朝前半の最も著名な自然文学の作家であった。アーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズをはじめとするミステリーが交流した。ハリエット・ビーチャーストーはビクトリア朝文学的な物語をイギリスの領域外から描いた。アメリカ合衆国とイギリスの植民地であったオーストラリア、ニュージーランド、そしてカナダは イギリスの文学の影響を受けた。また、それらの国はしばしばビクトリア朝文学として分類されることもあったが、次第に独自の考えを持つようになった。北米のハリエット・ビーチャーストーなどが代表的である。ありがとうございます。